私最近いろんな人とお話しするんですけれども、実は私目的ないんですよとか目標ないんですよっていう方がよくおられるんです。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、ロバート・バーンさんの名言で、人生の目的は目的のある人生を送ることだということでですね、ロバート・バーンさんプロフィールをお伝えしていきたいと思います。ロバート・バーンさんはアメリカ合衆国のチェスプレイヤー、1963年12月18日に刺された全米選手権でのボビー・フィッシャーとの一局はバーンが敗れたが、グリフィンフェルドディフェンスの実践例として今日でも取り上げられるゲームであるということでですね、人生の目的いろいろ持たれてるでしょうか。私最近いろんな人とお話しするんですけれども、実は私目的ないんですよとか目標ないんですよっていう方がよくおられるんです。いやいや、私と会ってることがまず目的じゃないですけども、ここに目標があったら私と会うことが目的でいろいろ手段でやってるじゃないですかと言うんですよね。でも大半の人って目的目標がなくて生きてますとおっしゃる方が多いんです。果たしてそうなんでしょうかね。私の目的目標っていうのはこの名言を皆さんにお伝えすること、それとですね、今プロフィールをお伝えしていってますけれども、どういった方なのかということを知っていただきたいからお伝えしてるんです。人名で結構知らない方って多いんですよね。私も感じました。名言でたくさんあるんですけれども、まあ有名人、松下幸之助さんだとか、稲盛和夫さんだとかおられますけれども、それ以外の方ですよね。今日なんかロバート・バーンさんですけれども、そういった方、名前は知ってますよっていう方もおられるかもしれないんですけども、大半の方、どんな方かわからないんですよね。それをね、私はこの YouTube でどういった方なのかということをお伝えしていきたくやっております。まだまだ、そうですね、名言なんかたくさんあるんで、そうだなぁ、まだあと10年、20年やっても全然人がまだね、解説しきれないと思うんで、やりがいのある仕事だと思っております。目的、それはですね、やっぱりみんなが元気になっていただきたいという目的があります。目標、そうですよね。今、不景気だとか言われてますけれども、そんなことを吹き飛ばすような、みんなが元気で明るい生活ができるような社会を作っていきたいなと思っております。まだまだ道半ばですし、いろんなことで悩まれてる方もおられます。私も悩むことはあります。ありますけれども、このね、名言を通して、皆さんと、こう、元気になれるような社会を作っていきたいと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。動画に対してグッド評価、または毎日この名言を配信していますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。